宇都宮で自宅兼店舗が全焼、元消防署長を放火の疑いで逮捕。自宅に火をつけたとして警察は宇都宮市に住む元消防署長だった70歳の男を逮捕しました。警察の調べに対して容疑を認めているということです。男は宇都宮市南消防署で署長を務め、2004年に定年退職。現在は息子と二人暮らしだったということです。自宅にはカラオケ教室の店舗が併設されていました。10月26日昼ごろ、男は自宅の床に灯油をまいて火をつけ燃やした疑いが持たれています。出火当時は一人で自宅におり、額と左足首に軽い火傷を負いました。警察は男を逮捕。取り調べに対して間違いありませんと容疑を認めているということです。トモニュース無料公式アプリが新登場、ダウンロードしてね。